ウプサラの神殿の建設にあたるユングビフレイ、ヒューゴハーミルトンによる、ユングビ、または、イングイ、イングは、北欧神話に登場する神フレイの古い時期の名前であったと考えられている。フレイというのはもともと、支配者を意味する形容国であった。イングは、タキトゥスの、ゲルマニアに登場する神マンヌスの、三人いる、息子のうちの一人の名であった。それは、 北海沿岸にいた、ゲルマン民族の一派、インガエオネース族の伝説的な祖先の名である。さらに、エルダンフサルクにある、の再建された名前でもある。ヤーコップグリムの著書、トゥーターニックミソロジーを、はじめ、多くの研究者は、北欧のユングビが、もともと、イングと、同一だった可能性があると考えた。ゲルマン語派である、コエ語、ノルウェー語、デンマーク語、 スウェーデン語とアイスランド語での語感、イングマイナスは、大抵が、イングワズと関連があると考えられている。ルーン文字の、古い時期のルーン文字には、を表す文字があり、ゲルマン語の原名では、イングズ、コ英語では、イングと呼ばれている。この名前は、イング神を指していると考えられている。古英語による、ルーン詩は、イングの名前を挙げている。イング WSE リスト MID イーストデナム。 ジースウェン作ゲム、アスヒーセスサンイースト・オファー・ W ー・ジー・グッド、WN ネ・フター・ラン、ズス・ハーディングス・セン・ヘレイ・ネ・メガン。タイイイ、ングは最初は、イースト・デーンの中で見られた。彼が海を越えていくまでは、彼の歌者が彼に続いた。よって、戦士たちは彼を英雄と呼んだ。北欧神話に登場するユングビは、スウェーデン王家における伝説的な王朝、ユングリング家の血統の祖先であるとされている。 また、最も初期の歴史上実在したとされるノルウェーの王は、その血統から分離していったとも言われている。ユングビに関する情報は、伝承ごとに次のように違っている。なお、ユングリング家の佐賀では、ユングビフレイの直系子孫であるアルレクの息子で、スウェーデン王の位をその兄弟、アールブと共有した、もう一人のユングビが紹介されている。ありがとうございます。